こんにちは、ガミくんです。今回は、ユグドラシルか。ユグドラシル使って、パラドクスやっていこうと。おぉ。逆なので、これ、セブンドス。で、なんだっけ。これが、なんだっけ、新しく SS で、フレタ的になんか木の枝で追い打ちっていうのがあったんですよね。で、これがなんか、綿積みのトイレ SS の縦バージョンみたいな感じですごい強いよみたいな感じで言われてたんですよね。なので、それしていこうと思います。ただ、使ってみた動画見たら、みんなも結構言ってるけど、なんか根っこみたいって言われてたね。ね、あとは、なんだろう、木の枝で追い打ち、なので名前が、なんか世界中のどうのこうのユグドラシルなのに、木の枝ってチャッチくないってすごい、あと言われてたね。なので、どうなんだろう、ちょっともうちょっと、なんかいい感じにしてもよかったのかなって、ちょっと思った。あとなんだっけ、マイスイエルか。マイスイエルだから地雷持って殴ると強いんだね、こうやって。で、あとは超絶爆発がいくらつったっけ、実際。64,498。だからこれも、結構威力高いから、もしかしたら何かしら、その単発高いところで遊べるかもね。はい、性能紹介終わり。で、なんだっけ、最近、あれ、別のゲームでちょっと遊びたいみたいなことを言ったじゃないですか。あれ、だから今日ちょっと、あれだね、ゲオ行って、なんか見繕ってきたね。何のゲームしようかなみたいな感じで。で、ちょっと1本買ってきた。マリオメーカー2買ってきたわ。もう今更すぎるゲーム買ってきたわ。いや、動物の森か、FF7 か、なんか、マリオメーカーか、みたいな、ちょっと選択肢になって、で、動物の森も、マリオメーカーも、売ってなかったんですよね。だから、しょうがなくマリオメーカー買った。なので、ちょっと、一人でこっそり遊んどか。で、動画に、多分しないと思う。っていうか、やり方がわかんない。スイッチを、動画にするやり方が、わかんないんですよね。いや、多分調べたらいろいろ載ってそうだけど、調べてまでするほどそんな動画にする気はないから、しばらくは普通に遊んでる。で、動画にしたくなったら調べてするかもしれないね。ていうか、これってさ、減速床がすごい邪魔なクエストじゃないですか。減速床無効っていつになったら出てくるんだろうね。なんかそういうアンチギミック。ニードルもそうだけど、いつか来るかなって言われてても、いつまで経っても来ないよね。ニードルとか、こういう床系のギミック無効化するみたいな。で、これでこう殴って倒します。あ、そうだ、あと、なんだっけ。昨日か、昨日月曜日、なんかツイッターのトレンドに、パズドラ関連がすごい載ってたんですよ。パズドラとか、オアドラとか、100連とか。で、ちょっと調べてみたら、なんかパズドラが、100連無料ガチャみたいなのをしたらしいんですよね。で、なんでオアドラが、入ってたかっていうと、なんかガチャ確率が低かったらしい。無料ガチャだから、確率を公開しなくていいんですよね。確か、法律上は。だから、確率を公開せずに、無料100連をやった結果、なんか、思ったよりも確率が低くて、なんじゃこりゃ、みたいな感じで結構怒ってる人もいたみたい。で、100連なんとなく引いたけど、なんか最高レアっぽい、動いてるやつは、1体しか出なかったね。まあ、それが多いのか少ないのか分かんないけど。モンストで言うならどうなんだろう。獣神祭ガチャだと思ったら、属性ガチャでしたみたいな。そういう感じになるのかな。これで。いや、でも結構強いね。思ったより。なんか超ウィンドのおかげで加速してるから、実質ビーラみたいな。なんかそんな感じですごい使いやすい気がする。で、割ともう適当に、何も考えず、撃ってただけだけども、ここまでたどり着けたね。だから、パラドックスも全部これ、崩壊したかな。これで。で、トライブパルスが確か、調教トライブパルスに対して15万。普通のトライブパルスって確か、10万くらいだったっけ。だから、調教になって、1.5 倍になったのかな。で、超絶爆発は、なんだっけ。64,000。まあ、いくつかわかんないけど、もともとは。で、これでこうします。でも超絶、友情に超絶も、なんだっけ、ちょっと前だと超絶フォーミングがあったから、その次が多分超絶爆発かな。なので、そのうち多分、なんか別のやつも超絶なんとかかんとかになりそうだね。超絶タンポポとか、超絶ナイチンゲールとか、なんかそんな感じで、結構いろんな友情で出てきそう。いや、これはそのままでいいか。はい。お倒せてない。うわー、トライブパルスじゃダメか。ちゃんと殴りに行かないといけないよね。なんで、これでこう殴って。で、これで、適当に殴る。
でもここって確か直殴り倍率高いクエストだったからどうなんだろう。もうこれで、はい、うん、やっぱ地雷持って殴らないとちょっと微妙な試合する。殴り関連での強みはあんまりユグドラシルないからね。そういえばユグドラシルかなり重心化期待されてたけどやっと来たね。結構昔から言われてね、蓬莱実装した当初ぐらいからユグドラシルが重心化して蓬莱適正になるね、へへへみたいな感じで結構言われてた気がするから、まあそれがついに、だからユグドラシル大好き勢は今すごい嬉しいみたいな感じにきっとなってるのかな。SS どうなんだろう、いつ打てばいいかな。でも次は確か弱点ないところだから多分あんまり強くないんじゃない。やっぱり弱点あるからこそ強いやつだからね。で、なんだっけ、水属性だと、あの、ワタツミのトイレで、木属性だと、ユグドラシルの、この、ごぼうで、なんだろう、次何来るかな。火属性で何かか、光で何かか、闇で何か、と、来る気がするね。そしたらなんだろう、火はなんだろう、バーベキューかな。火はバーベキューで、光はなんだろう、なんかソーラービームみたいな。で、闇は、これで殴ります。でも霧で結構ピンチになるかと思ったけど全然だね。いやこれ本当に1回目だからもう何も考えずやってるけど、というか性能も何も分かれしてるけど結構強いね、うん、はい、でカンカンして、で厳選しながら SS も使ってみたけど、 SS 中もなんか自強化入るみたい、何倍かは知らないけどスピードも結構上がってるからかなり使いやすいね。であとパラドックスだとちょっと待って、こう、ドライブパルスからとりあえず殴って倒せるかな。いやあのこれをギリギリ殴らずいけるかな。はい、まあ、これで殴って倒して、あ、うわーギリギリ、うわーこれ殴って倒せたら弱点強化されて最速でいけたんだけどね。あー、まあこんなもんか。ちょっと SS 使ってやってみようかな。で怒ります。あーそっか、であれ透明かね。でまあだからこれで、で自強化もついてるからまあいろんな敵に、ちょっと待って、もっとあれの威力を見せたかったんだけど、自強化が強いんですけど、こんな強かったの？いやー、これはちょっと想定外だった。そしたら、いや、まあまあ、どっちも多分倍率はきっと同じだろうから、多分こう打って、こう打って、多分これで、木でどれぐらい削れるか、ごぼうで、ごぼうパワー見せられるね。じゃあ弱点丸から結構強いんじゃない？なんとも言えねえ。いや、やっぱ直殴りが強いところがちょっとあれだ。あ、やべ、これ、出られるかな？これは薄くいって出られるから。なので、まぁ、ちょっとしばらくマリオメーカーで遊ぼうと思います。で、あれだね、プロメテウスは13の極で使えるかどうかだね。使えたら出すし、使えなかったらプロメテウスは出ない気がする。今回の動画のタイトル、過激前種の根っこがやばいにしようと思ったんですけど、パラドックスであんまり根っこ強くなかったから、ちょっと根っこの強いところ見せようと思ったんで、ここで使っていこうと思います。ほら、根っこは強いんですよ。やっぱ根っこを食べて、たくさん栄養をとって、なんか子供は成長しろみたいな感じの言葉もあったりしなくもないし、それ使って、いや、これはまだ大丈夫。これで、この縦に触れて、はい。で、これで多分、いい感じ、一番根っこのいい感じに出せるんじゃない？おー。